過去の伝説、ひどい雨に優勢ではありません。まだ立ち上がりますか？大しちゃって、お客様を裏切れと追加料金ですよ。涙来るぞ。決めるといいのですが、はい。敵データ周捕獲マークと愉快な反撃の時間です。涙まだ立ち上がりますか？刮目して待とう。償いたまえ。戦士を授けん。安心しろ。下手に動くな。盛り上がってるじゃん。もっと。もうじゃ再臨。後悔しても遅い。この曲はあんたに乗ってる。生死虚実、同点元気、勝負一角。安心しろ。お別れの時だ。己を解き放つ。反抗、平等、霊楽。
振り返る。後ろに道はない。振り返る。後ろに道はない。振り返る。後ろに道はない。遠くの景色はぼんやりとしか見えないが、きっと綺麗なんだろうな。あと何回剣を振ればいいんだろう。直感、本能、どちらも訓練で研ぎ澄ませることができる。また一陣の雨が降り、空白が広がっていく。また一陣の雨が降り、空白が広がっていく。
目の前の道に集中してこそ遠くへ行けるのです。目の前の道に集中してこそ遠くへ行けるのです。昨日を惜しむ必要はない。
優勢です。まだ立ち上がりますか？運命の世界役です。あがく必要はなさそう。お別れの時だ。敵くん、
殺し、過去の伝説。支援開始いたします。まだ立ち上がりますか？表彰よ。取材の時だ。涙雨クルトは願いまし。ほとぼし、過去の反省。まだ優勢ではありません。おや、何が知りたいの？最悪の力。あなた、涙雨。クリフィア。敵ターゲットを確認。ふん、すん、競争よ。やったよ、叫ん。運命の導きに感謝。まだ立ち上がりますか？何を知りたいの？あがく必要はなさそうだ。お別れ。願います。過去の伝説。気配が違う。過去の伝説。広い雨に発目して、今年過去の伝説。償いたまえ。まだ優勢ではありません。おや、記憶の皆そこで深淵を迎える。敵データ収集。捕獲マークと愉快な反撃の時間です。涙雨。
別れの時だ。支援開始いたします。おや、あなた、それとも運命の石。避け支援、敵データ集捕獲マーク起動、愉快な反撃の時間です。天使を授けん。化粧だ、面倒、涙雨決っ、クリティア全員の選択ではない。最悪です。涙雨決っ、クリティア、クリティア、支援開始いたします。おや、してまとおう。
授けん。運命の導きに感謝を。競争優勢。敵データ収支捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。それとも運命の石か。亡者再臨。敵データ収集艦捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。亡者再臨。みなそこで深淵を迎えよ。敵ターゲットを確認。おや、移ろいゆく皆そこで深淵を迎える。運命の選択だ。最悪の力。何を知りたいの。亡者再臨。競争ゆく涙雨。来るかな。敵データ収捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。おや、みなそこで深淵を迎える。また罪を背負ってしまった。過去の伝説。ひどい雨の願いましょう。心し過去の伝説。
性ではありません。おや、捕獲マーク起動、愉快な反撃の時間です。みなそこで深淵を迎える涙雨。くっ、来る気がする。運命の選択では。協調よ、あなたは運動を続け、こちら側が優勢です。やったよ、叫ん。運命の導きに感謝。最悪の力、涙雨。くっ、クリア。ひどい雨に償いたまえ。まだ優勢ではありません。おや、敵データ集、捕獲マーク起動、愉快な反撃の時間です。皆そこで深淵を迎える涙雨。くっ、クリティア。見たな、運命の戦表情よ。Thank you.
くして待とう。
集捕獲マークと愉快な反撃の時間です。おや、涙雨クリア。願います。ここは過去の伝説。あなた、それとも運命でしょう。涙クリア。涙クリア。過去の伝説。願います。逆発目して待とう。言葉し過去の伝説。償いたまえ。まだ優勢ではありません。おや、大丈夫、問題はない。敵データ収集捕獲マークと愉快な反撃の時間です。涙雨クリア。涙雨
在の時だ。大丈夫、問題はない。まだ立ち上がりますか。記憶、皆そこで深淵を迎える。あなた、現代の女性、涙雨。クリティア、お別れの時だ。厄介を避け。支援、感謝します。亡者再臨。教師を言う。敵データ集捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。願いましょう。発目して待とう。ありません。おや、記憶に皆そこで深淵を迎える。敵データ収集完了。捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。涙雨。クリア。涙雨。願いましょう。発目して待とう。
続けん。支援感謝します。亡者再臨。敵データ集捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。見たな。出発金の面倒なことに。やよ避けん。亡者再臨。涙雨。おや？敵データ収集捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。移ろう。皆そこで深淵を迎える。運命の選択ではない。敵データ集捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。亡者再臨。涙雨。涙雨。クリスマ。何を知りたいの？支援開始いたします。まだ立ち上がりますか？あなた、それとも運命の意志か。記憶。みなそこで深淵を迎える。敵データ集捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。記憶。みなそこで深淵を迎える。亡者再臨。お別れの時だ。いいのよ。天使を授けん。弟子だ。面倒を。亡者再臨。償いたまえ。敵データ収集か。捕獲マーク起動。愉快な反撃の時間です。涙雨。ケッフリフィア。また罪を背負ってしまった。
記憶が残る場所、触れられるのは棘のある花ばかりだ。僕もこの光景を目の当たりにした時は君と同じような顔になったよ。でも見間違いじゃない。死んだのはあの名だたる歌手のロビンだ。一応言っておくけど、この件と僕は無関係だ。僕は不運にも現場に居合わせてしまっただけ。それはファミリーが証明してくれる。信じられないならハウンド家の人間に聞いてみるといい。ここだって事件が起きた現場じゃない。僕が君に見せているのは記憶の一部。ここまで来ても君はあの巡回レンジャーが無関係だと思うか？ピノコニーははっきりと約束してる。ファミリーが作った美しい夢の中では全ての人の安全を保証する。危険に遭遇した人がいる。彼らはどうしてそんな約束ができるのか？それはその約束の裏に調和の庇護があるからだ。ファミリーのドリームメーカーたちは思考を一つにつなぎ合わせ、その防衛線を突破して無境の中で死を作り出すなんて。ファミリーの許可がなければメモキーパーですら不可能だ。じゃあ誰ならできるのか？
そんなの彼女しかいない。あの巡回レンジャーを自称する女性、他人になりすましたマネ。アフリートが死んだのは間違いないだろうし、ロビンの彼女の惨状も見ての通りだ。さて、次の犠牲者になるのは。大丈夫、君は自分で判断すればいい。信頼を築くには時間がかかるからね。ただ君にも知っておいてもらいたかったんだ。その遺産とやらをめぐり、今くれぐれも立ち位置を間違えちゃいけない。僕が君だったら、ヨミとは確実に距離を置く。何しろ影に隠れた怪物に比べれば、表に出ている計略の方がよっぽどマシだ。でも表に出ている計略の裏にさらに深い陰謀がないなんて。メモキーパー、僕たちの取引はとっくに終わっていると思うけど。アベンチュリンさんの言っていることは事実で、この記憶も真実。カンパニーはガーデンと違って記憶にできることはかなり限られてるからね。マイフレンド、回りくどい話はやめて単刀直入に言おう。前から言っているように、僕は遺産の争奪戦には興味がない。ピノコニーに来たのはあくまで仕事のため。挽回のガンのおかげでこいつはすっかり不良債権になっちゃってね。カンパニーは何度も交渉しようとしたんだけど、ファミリーは取り付く島もなかった。あの連中は君が想像してるより手強い。今まで死の存在を隠蔽できてたんだから、このまま静かに泡となって消え、最後まで誰にも知られることがない。そんなの不公平だろ。だからマイフレンド、僕の目標は一つだけだ。ファミリーは高い壁に覆われている。それを崩そうとするなら、先にいくつかのほころびを作らなくちゃいけない。今がチャンスなんだ。ロビンの死の真相を明らかにできれば、死者に安らぎを与えられるだけじゃなく、僕がピノコニーの各地で調査を行い、幅広く交流してきたのは、この瞬間のためなんだよ。この悪い知らせはファミリーにとってとても不利なものだから、きっと外部の人間、特にカンパニーの、でもきっといくつかの派閥は例外になる。君たちは真相を明らかにして正義を貫ける。急いで答えを出す必要。あのナビゲーターのお姉さんは聡明だから、きっとこの取引の価値を分かってくれるはずだ。ああ、それからこれも持って行って。じゃあまたね。君たちと一緒に死の真相を明らかにできることを。アベンチュリー、言うだけ言って行っちゃったな。確かに無理強いする気はないみたいだけど。この後はどうするつもりなの？ブラックスワンはどう思ってるんだろう。ブラックホールを前にしても選択の余地はある。お互いが存在する時間を大切にしよう。表面的にはこの取引はあなたにデメリットはないよ。彼はまだホタルさんのことを知らない。反応が早く、思考も論理的。それはいずれにしても慎重に動きましょう。他の問題については
つの事件が同一人物の仕業だと断言するつもりはないけれど、それに無境の中で悪いけどその質問には答えられないわ。でも間違いなく彼女はこの宴でもっとごく短い時間にあいつ考えられる可能性は、仮に誰かが意図的に何もかもが突然すぎて、さあこっちに来て。短い道のりだけどはぐれないようにね。ここから出られるわ。残念だけど記憶は嘘をつかないの。でも怖がることもない。ああちょっと待って。はい、これは私からのささやかな選別よ。私も義理や人情は大切にしているの。まだあの巡回レンジャーに関することで片付けないといけないことがあるの。次に会うとき、あなたがどんな面白い記憶を持ってくるのか。大丈夫かな。急いで頭の中を整理して、刀を抜く時です。レンジャー、ハンター、まだ夢を見るか。自分のせいで死んだ者の夢。それはあなたも同じだ。あなたにはまだ選択の余地がある。選択、壊滅の血の道にためらう余地などない。トフェとの縁は、たとえあなたが命を捧げたとしても。レンジャー、お前が歩んでいる、私たちは炎の中から誕生した。燃焼はエンマの一生である。あなたの仲間はそう考えてはいないようだが。あれが私の子だ。しかし
私の炎はすでに弱まっている。なぜアイオーンたちが切り開いた道の上で、司令、お前は自分の正体を隠せない。壊滅とは壮麗な瞬間だ。たとえその答えがあなた自身を破滅させるものであったとして、答えは重要ではない。虚空の中でも美しい夢はない。わかった。お前はこの世界で最も輝かしい。そこ知れぬ夢。この刀がまだ鞘から抜かれていないのは慈悲や軽蔑が理由ではない。あなたには遵守は私が進む道ではない。死があなたの長い夢を終わらせ、そして目覚め、私は今でも夢に見る。引け、まだあなたの番ではない。私の番って、巧妙な偽装はたくさん見てきたが、外見は隠せても心は隠せないものだ。あの開拓者、あなたは彼を殺そうとしなかった。あなたが手を出したのはあくまで私とあのメモキーパーを追い払うため。運命の奴隷がそうさせたのか。あなたはエリオを知っているのですね。このことはあなたの脚本に書かれていると思っていたが、私の脚本にはいつも数行しか書かれていない。それ以外のことは必要ありませんし、彼は私の性格を知っています。運命は一つしかなく、誰もですが、あなたは知らないようなので、今度は私から質問しましょう。おそらくあなたの敵ではない。質問の答えになっていません。そこまで興味を持たれるほどの価値はないと思うが、銀河を一人で旅する者には秘密がつきものだ。私もカンパニーから指名手配されたことがあるから、私ならあなたを助けられるかもしれない。なぜそんなことを。私はよく忘れてしまうから、記憶よりも感覚で物事を捉えるようにしているんだ。だから私にはその冷たい甲冑の中にいるのが誰か。どうだ、鎧を脱いで話す気になったか。まだその時ではありません。私は助けを必要としていませんが、あなたの狙いが時計屋の遺産なら、ファミリーを調べるといい。彼らは死の存在だけでなく、無境の過去と真実も隠していますので。もう調べている。そして請求列車はあなたの敵ではありません。それは私も分かっている。それでこれからどうするつもりだ。あの開拓者はブラックス。その必要はありません。あなたには教えても構わないでしょう。エリオが私に与えた指示は一つだけ。もっと簡単で直接的な手を使い、この件を終わらせようとしたのですが。いわゆる不可能と呼ばれるものは、まあいい。別れる前、あなたの脚本の中に私に関係することは書かれているか。運命が見た未来の中で。残念ですが、一言も触れられていません。待ってください。答えはノーです。何？あなたの最初の質問です。まだ答えはノー。一度も見たことがありません。私には生まれつき夢を見るという機能が備わっていません。
私は冷たい現実のために生き、ほんのかすかな光のために燃え、灰になるまで燃え続けるのです。だからあなたが羨ましい。そうか、あなたはもう目覚めの世界で生きているんだな。ごめんなさい、あの時。現実世界は穏やかだが、無境では暗流が渦巻いている。本当にあのメモキーパーの言葉通りになっているな。みんな落ち込んでいる暇はないぞ。まずは状況を整理しましょう。あんたの言葉を聞いて思い出したこと。名無し人は今回の件に関与していないと信じています。どうか皆さんも亡くなった方の身元を明らかにするため、ファミ今思えばあの時の彼の表情は何。ファミリーはロビンさんの死を隠そうとしてたんだろうね。だがその直後に起きた二つ目の事件は彼らの想像をはるかに超える。それに蛍の件は目撃者が多くて、過去の二つの事件は根本的に性質が違うから。ああ、それに彼はあの巡回レンジャーを告白。なんか獲物に夢中になって足元をすくわれそうになってる感じがする。こうなった今、私たちが信用できるのは。とにかくまずは情報を集めて。ただこれだけ多くのことが起こっても、今回は本格的に名探偵を演じないとね。これは私の感覚だけど、それにここはファミリーのテリトリー。アベンチュリンさんについてはベルト、あれは一筋縄ではいかない相手だ。彼は感情と論理の両面において相手を納得させる説明をしている。だが状況がはっきりしない今、より多くのつながりを築くの。俺たちもファミリーとの距離を慎重に保ち、つまり先にアベンチュリンさんの提案を受け入れるべきってことね。あ、もちろんリスクはあるが。理屈はわかるけど、ここって悪い奴が多いから、そのうち後ろから刺されるんじゃないかって。ひえ、はあ、もういい。やっぱりうちがあいつを見張っとく。それじゃアベンチュリンさんへの返事はあんたに任せ。満足してるみたいだな。みんなにも伝えよう。
ー